波形観察装置を使って音の大きさや高さの違いを調べています。音の大きさはこの振幅によって決まってきます。音が大きいと振幅は大きくなって、だんだん小さくなっていくと振幅は小さくなっていきます。では音の高さは何によって決まってくるか。ちょっとこちらのギターを使って波形を見てもらいます。今度は音をだんだん低くしています。この違いがわかるでしょうか。音の高さは振動数によって決まってきます。低い音は、このように波の数が少なくなりますが、高い音だと。このように振動数が大きくなって波の数が増えます。低い音です。こちらは高い音です。すなわち振動数が多いと音の高さは高くなります。振動数が少ないと音の高さは低くなります。